2020年10月29日木曜日午後5時の生放送です。あとですね40秒ぐらい後にうちの柱時計が鳴ります。正しい時間ではねあと5秒ぐらいでね5時なんですよね。で時計が鳴るのはさらにね、あと時計が入ってこないね。どこだ？これの上の方だね。もっとこれの上の方か。ありましたね。振り子だけね。時計を狙うのはね。時計を狙う。振り子だけ打つとしょうがない。針を打つ。ね、お手元の時計と見比べていただいて同じ時間だったらなります。皆さんこんにちは。今日も今日とて Facebook 生放送ですね。200何回かで木金はボーリズデーっていうことでございまして、今日はですね、湖畔の声の最新号10月号に載ってるネタで、これ一番後ろのページにねコラムボーリズっていうのがあって、ここも千代さんが書いてる。それでねこの写真がねシルクハットをかぶってね立派な建物の中でねシュッと立ってる、ボーリズ青年、青年ボーリズだよね。このいでたちで、この下に写ってるのは徳川頼貞夫妻ってのは、そういうことをね素材にした千魚さんので、10月のね28日がボーリズさんの誕生日なんですって。ですから昨日だったわけだね。でボーリズデーがね木金なので水曜日にねやらなかったら1日遅れですけどね、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアボーリーズ、ハッピーバースデイトゥーユー、パチ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 ということでね、ボーリーさんの誕生日はね140回目だって。だからもう亡くなったわけだけど、もしご存命だったら140歳っていうようなね、そういう世代の方ですよっていうことですね。ちょっと時計をね必ずね参照できるように。で失敗者の自叙伝、ご自分の自叙伝には来日して初めての誕生日のことが記されてる。失敗者の自叙伝ね、どこ行ったかな。この棚にね、この棚にいたって見えないんだよね。皆さんにはね一段全部ね暴力関係の本ばっかり。これ失敗者の自叙伝っていうねこの本ですよ。でこれもう何回も何回も再版されてね、これは第何版になるか分かんないけど、誕生日のことね仕込んでなかったからね。でこの商業学校のね生徒たちとテニスしたりね、それからトランプで遊んだりね。だからトランプなんかは前の英語の先生も教えてくれたんでしょうけど、一緒にね日本家屋のねボーリズの家ですよ、夜はランプですよ。でランプ2つぶら下げてね、でこう黒板にボーリズがいろいろ書いてね、ちょっと待ってよ、誕生日目次見て分かんないかな、日本での誕生日みたいなね、日本の第一印象、初めての病気、ちょっと待ってよ、目次にね誕生日っていうタイトルはねないんだよな、見つからないな。パッとね開けたね、かっこよかったんだけど、この失敗者の自叙伝ね、ボーリズがね日本に来て初めてのね誕生日のことを書いてるって杉野さんが言ってるのね、ここでございますってスラスラスラって開けたらねかっこよかったんだけどね、残念ながら仕込んでないのでわからないですね。また明日っていうことですかね。こ
これなかなかね感動的な話でしてね、大変な話ですよ。もう日本を離れようか、もう離れざるを得ないっていう時に、いや自分はねずっと日本にやっぱりいるっていう決意をした日っていうのがあって、で結局亡霊はもう戦争中さえもね、日本にいてですね、もう幽閉されるような状態であった。だけどまあ初心を貫いてずっと日本にいて日本に貢献してくれた。だから日本のメディアなんかもね、ボーリズのことね結構好きでね、取り上げるわけですよね。それでね、この今日のこのコラムボーリズでセリノさんがね言ってんのが、そのさっき見てもらったフロックコートにシルクハットの清掃姿で38回目の誕生日、まあ青年っていうにはちょっと38歳ね、壮年ですよね。これからだんだんと名を押し出していくこのボーリズが、あのね徳川音楽堂、東京麻布ですよに徳川音楽堂って施設のクラシック音楽コンサートホールをね、でパイプオルガンを備えてね、そういう本格的なものを世主が徳川頼康頼貞さんで、ボーリズが建築委員長になってね、でこの時のことがね、まあ新聞なんかでもね、これが1918年10月28日ね、ということですね。でこの、マスタードシードにって、まあ自分の機関誌にね写真入りで、さっきのフロックコートの写真で、当時の設計に関して詳しく報告されていると。でこの時ばかりはね、まあ地方都市のね近江八幡のね建築事務所のね、誰も知らない社長さんっていうだけじゃなくって、まあ徳川でも有名人物なんでしょうね、音楽堂の建設委員長でね、この徳川頼貞のね友達でね、社交界、政治の世界、財界、教育界の重鎮やマスコミに今注目されるという特別な経験をしたようだっていうふうに千賀さんがレポートしてくれてます。でさっきの写真は、あの徳川音楽堂の正面玄関で、撮られたものである。もう時代ですよね、このフロックコートにシルクハットというのが正装という言い立ちね。でそのちなみにっていうことで、徳川音楽堂と、まあその音楽文献楽譜とかが、まあ日本における西洋音楽ね、洋楽文化の普及に大きな影響を与えた。ああそうか、音楽っていうもの、クラシックっていうものをね聴こうっていうことが広く、まあ大衆に広がったっていうかな、自分たちも演奏しようっていうような文化が広がったっていうことなんですかね。でちなみに情報で、現在紀伊徳川のお膝元である和歌山県立図書館で、当時徳川頼貞が持ち帰った貴重な音楽資料が公開され、各種のセミナーが開催されて、ああ和歌山県立図書館で、まあ、時々そういうのをやるんだね。徳川さんが持って帰った貴重な音楽資料がね公開されてセミナーが開かれるということがあるから、ああそのそういうことに興味があってね、近くにいる人は要注意ですよっていうね、専業さんがね、まあ、親切に書いてくれてるわけですよね。でその音楽堂が完成して、で記念音楽会は1918年10月27、28の両日にわたって開催。ボーリズがですねステージに立ってですね、もう晴れの舞台で聴衆に挨拶した。でそれが新聞各紙でも話題となったのでございますよということですね。でボーリズの誕生日当日ね、そのなんと徳川頼貞さんがですね、自分の屋敷にね、ボーリズとかね、自分の友達とかね、いろいろ呼んで昼食会を催した。すごいね。自分の誕生日のためにそういうね、お金持ちっていうかね、偉いというかね、そういう人がね、昼食会開いてくれた。ボーリズにとっ
して忘れられない特別な誕生日の記憶だったことであろう。ちょうど今から102年前の出来事であるということですね。だからこの写真も、オウミマスタードシードっていうね、上の方にこうタイトルがあって、でここにこう建物の写真が入ってる。これ徳川音楽堂の特集っていうことで、きっと徳川音楽堂なんですかね。うん、で徳川頼実、徳川無精じゃないですよ。徳川無精じゃなくて。徳川頼貞ですね。でこれのもう玄関のところでね、シュッと立っている。で頼貞公のね、ちょっと待って、徳川頼貞って、徳川頼貞って何、ちょっと待って、これねパソコンね、パソコンつけてなかったね。準備がね良くないですね。2月15日、10月来たのが、そのボーリズがね日本に来る時にね、来た船の中にだんだんね、あ、日本や中国にこれから行くんですよっていう宣教師がね大勢いることを発見して、もう情報交換しながらね日本に、船でね初めて私の後に大好物になるパパイヤを食べた。で出発の時は持てるだけのパパイヤを買い込んで船に持ち込み、それを航海中毎日食べた。ボーリスさんパパイヤ大好きなったって知らなかったわ、初めて知った。ちょっと待ってよ、こうやってですね、私は元来食べ物にはあまり好き嫌いは言わない方であるね。これまで世界一周旅行を2回やったけど、いろんなものを食べてみてね、まあ食べにくいと思うのはねあまりなかった。こういう私がパパイヤにだけはね、こんなに熱愛を捧げてるのだから、パパイヤたるものはよほどありがたく思ってもくれてよいはずである。パパイヤよありがたく思えっていう話だね。なんかそこはかとないユーモアですよね。なんかドッカーンっていう感じのあれじゃないけど、フフっていう感じのね。横浜に住んでた、横浜に住んだ時に、そこに住んでた宣教師で、今は個人となったダーギング博士が、東京 YMCA から依頼されて私を出迎えてくださることになっていた。だけど船が遅れてなんたらかんたらってね、こういう細かいことまでね、だから日本に来たばっかりのことってのはあれだね、細かく覚えてるし、細かく書いてますよね。で、後のことはね、割とね、しょってるね。ああもうあと5分っていうことになっちゃってね。9月で誕生日が10月何日か、その辺をパッと開けたら10月、ああ28日のね、私の誕生日はね173ページでね、いろいろな出来事があって嬉しい日であった。10月中の日記にはたびたび病気の生徒や先生を訪問してでね、このことは信仰をさらに深め隣人を愛を促した。で10月28日の私の誕生日、いろいろな出来事があってね嬉しい日だった。前の意外にも私の月給が11月1日からね月給が上がるという知らせがねもたらされた。だけど近頃私はね、その土地のまあお寺や保守的な人たちの頭痛の種になり始めていた。
またある方面から反対運動の気配も伺われてきていたので、まあ免職になるんじゃないか、クビになっちまうんじゃないかっていうようなことを感じてたので、この給料がね11月から上がる誕生日の日あたりに聞いたんでしょう。これ意外の喜びだったっていうことですね。もう一つ、私の誕生日の前に決定したことで愉快なこと、その実施は11月からなんだけど、学校の教師が昼の休みをね従来の30分から40分に休み時間が延長された。これ私が主張してたんですっていうことね。健康上の理由から何週間も前から主張していたこと。でこう日本有名なお医者さんにね講演してもらってね、学校と食堂の間を往復する間の食べ物をね生徒たちがよく消化するのに必要だから、ぜひね休み時間をね延長してほしいって意見書を作ってもらった。ああ、いろいろ働きかけてたんだね。で11月4日は日露戦争の講和条約と日英同盟の締結を祝って、旗や花火で賑やかであった。で来住してきてから続けていたバイブルクラスの効果が11月12月になってはっきりと現れてきた。まあ来た年のね、春ぐらいに来たのが寒い時ね、2月とかに来てね、こういう緑になってきましたよっていうことね。でも誕生日になんか誕生日なんかイベントしたとかっていうねわけでもなくね、誕生日を折にまあいろいろあったとね、給料が上がるっていう知らせがもたらされた。で実際ボーリーズはこれから先このまああの首っていうことになっちゃうんだけど、だけどこれは別にね授業態度に問題があったからとかそういうことでなくてということなんですよって一筆ね書かせてですね、当事者に。なかなかねやるもんですよね。で残ってね建築で身を立てていくというか、建築は一遍こう勉強したことがあったけどやめちゃってたんですよね、神様の働きするんだからっていうのでね、もうそういうものは神様にお返ししてみたいな感じで手を染めてなかったのが、今こそね英語の先生の口がなくなっちゃった、どうやって自分は食べていったらいいんだ。その時自分はその建築の勉強興味があってねずっとやってきたんだからね、これを再開したらいいじゃないか。まあすごいよね。であの YMCA 会館っていうのをねもう建てちゃってたわけですよね、あのその辞めた時点で学校の先生を。でそこに住んで、で吉田さんっていう人とかね、もう右腕に修正になるようなね人も一緒にいてですね、でもっぺんこう建築の勉強のし直しとかですね、でその京都 YMCA 会館っていうのをねレンガ造りのやつを建てるから、あんたがね現場監督やってくれって言ってね、それをボーリーズはまあやりおせちゃったっていうことですよね。日本の職人さんとかねそういうのをね束ねてね、現場監督ですよ、現場監督もうすごいねなんか勢いがあったみたいですね。それで誕生日にねそういうことのまだ起こる前に給料がちょっと上がりますよって嬉しかったっていうね。それからその自分が運動してきたことで、あの生徒たちのね昼休みをねもうちょっと伸ばしてやってほしいと、食べ物を消化する時間が必要です有名な医者にね意見書まで書いてもらってね、運動したのが入れられたまあこういうとこ誕生日って書いてるのはこういうことですね。関野さんがあの湖畔の声のねコラムボーリズに、失敗者の事情には来日して初めての誕生日の時のことが記されているっていう、この中身はさっきのような芝居で、今日はねこれでですね、お聞きになっているあなたに天地を作りに立った誠の神様から豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の、生放送はこれで結びとさせていただきたいと思います。明日もボーリスデーということになります。お聞きいただいて誠にありがとうございました。